です。まだやまだ、はい、はい、どうも皆さん、こんにちは、滝丸です。滝丸とかだからお前、この間の掃除動画も出さんとこかな思ってな、うん、で、それでちょっとお前らのな、うん、そのなんていうのかな、 Z 世代ってわかる？知らん。ジャニーズ世代、英語 A から、うん、な、あるな、また一番最後やん、次がないっていうな、うん、お前らもう、え、世の中がそうなってるの知ってる？知らん。お前らが Z 世代。一旦止めます。都合悪いから。か10年がもう 9% しかない。でパーパスで、お前とりあえずそのな、何やねん、なんぼ負けたって、その 何を、詳細はね、さきまるチャンネル、25までには出すんで見てください。それをな、出すんやろ、さっきそっち見てください、それを見て、あれやろ、うん、俺なんかあれやで、ゴロ負けしたね、これぐらいあの踏み倒されたことお金一回こんだけぐらい踏み倒されて1万一人にな、うん、3人に踏み倒されて大体これぐらい2万。お前みたいに悩んでないよ、聞いてや、お前みたいに悩んでないよ、聞いてや、3万じゃない、5万負けやで。え、5万負けよ、それ5万やろ、5万、うん、ちょ、パパさんさ、リベンジの撮影させてや。ちょ、お前何をして5万円取られて、どこの子はなんて言ったらいい、ラモがあるところ、だからあれどこや、住所言っていい、西九条か、西九条春日出てんの、西九条の春日出てんって、ややこしい、西九条春日出てんって名前やね、ややこしいな、ゴチでそういう名前よ、ちょっと、まあまあ、調べます、ええよ、そこの、これですね、西九条、こんな西九条春日出てん、これお前 YouTube に上げるんちゃうか、うん、それ上げてから出したやんな、そこで5万負けて、ここで、ここの、コーナーとコーナープロがあって、うん、そこの通路の間に、うん、あの概要欄に多分パパさんに絶対貼ってもらうけど、鶴中さんっていうチャンネルがあんねん、うん、なんかクレーンゲーム攻略の、うん、とかがやってるバンビーノっていうやつとかがあって、うん、なんか三角とか四角とかのに丸いやつ入れるやつがあって、うん、ま、あの丸い棒を入れて当たってあの倒れたらゲットなるってなって、うん、それでポケモンカードをやってたんですよ、うん、狙っとって最後あの3番の三角の狙ったんですよ、ね、狙ったらあの待って、ここが三角やってしまう、長なりそうだ、腹ちゃうけど大丈夫か、ここが三角になってます、これがここが三角でウィーで入るとこやったらウィー、あの、こう曲がってひどない、ひどないよ、昔俺らなパチンコな、俺ちょっと未成年の時に16ぐらいでやめたんかな、パチンコ。これためるんです。で、その時は、うん、キングスター言うて、な、ゼロタイガーとキングスターやったかな、そういうパチンコの台があったわけ。うん。ほな、こう V ゾーンに入ったら、うん、開くやつがあるわけ。うん。な、V ゾーンに、お前と一緒や。こう V ゾーンにこう来たら、ビュンって弾くわけ。できるかい？だから入れへんわけやん。いやからパパスリベンジ、リベンジさせて。俺らはどうしたらな入るかやったら、この V ゾーンに入る手前に台をガーンってつくんや、うん、ほんの勢いでパーン入るやんか、殴る台をバーンってこう揺らすやん、ほんだらパーン入るやんか、うん、な、ほんだら取れるやんか、向こうはそうやって磁石で弾いてるわけやろ、悪徳商法ですね、な、こっちは力ずくでバーン入れるんや、どっちが勝つかを勝負するわけやんか、分かった、うん、お前もそれそこビューと入るときにプッて磁石で飛ばされるんやろ、磁石じゃないよ、何で飛ばされる、分からん、いやで周りに何もないもん、
周りあの板しかなくて、うん、そういうなんかで飛ばされこうかも、そうやろ、バーン板ってお前が勝つかあれはあの、まあ、とりあえずその そこクレーンゲーム出してるやつの動画を、ま、見ようか、見たら分かんねえの。